はい、皆さん、こんにちは。クロウシです。ということで、今回は、エマンガーランド、まあ、ほぼ初使いですね。ほとんど使ってきてないので、まあ、おそらく、アイアンサイトが大人気ということで、アイアンサイトでやっていきたいと思います。待て。いて。やばいやばいやばい、タンク痛い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 、タンクの攻撃マジ痛い。序盤と思えないほどあるだな。同じ拠点で争ってる。やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。火炎放射兵だ。やばい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 。少々厳しいよね。あ、懐かしいね。なんかガーランドってボクは最後に使ったガーランドはなんとね、あの BO4 の、あ、BO3 のね、MX ガーランドっていうあのパチモンなんですけど、僕が使ったガーランドはね。パチモンっていうか、まあ未来リメイクバージョンなんですけど。やばい、ミスったー。やっちゃった。もったいないね。まだ F 取れてないのか。どんだけ F 長敵いるんだろうな。すごい数だよね。未だに取れてないってやばいと思うんだよね。タンクが押すと多すぎるんだよね。もしタンク控えめだったらよかったね。タンクがちょっと多すぎて攻めあぐねちゃってるね。待った甲斐があったぜよ。やばい、死ぬこれ。火で燃え死ぬんじゃね？燃え死んだー、もう。最低だ。この残壕には敵が残っていないのか。25ダメージ低すぎー。いやー、マジでアイアンセット苦手だな。すごい狙いにくい。一発目にできる。二発目以降がね、超狙いにくいんだよね、アイアンサイトって。結局うわ、味方のバカ、味方が起動した地雷で吹っ飛ばされたわ。やられた。本当に2、3発目がな、当てにくすぎるんだよね、アイアンサイトって。本当に危な。あとは C か。戻るのか。戻りたくないな。敵が多分前線から湧くだろうから、前線に行こう。おお、やばい今の。あ、でもチャージはちゃんと落ちてるな。ちゃんと落ちてる方行った方がいいかな。危な。オッケー、あ、待って、別にまだいるっぽい。やばい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 。アイアンでもまあやれないことはないな。ギリギリだけど、結構ギリだけど、やれないことはない。まあできればね、サイト乗ってる方が良さそうだけど。まあたまにはね、雰囲気を感じるってことで、まあアイアンでもいいかな。
ああ、ビー落ちしてんのか。ビーってもいいな、全然じゃ。なんかいいの？見えんわ。寄っていくか。変な寄り道したくないんだよな。危な。結構えぐい待ち方してたな、この人。危うく負けそうな感じの。マジすげえギャルとなんか走ってったな。まあ腰打ちとかもね、付け方なんですよね。別に弾が出てるんだから腰打ち当たらないわけないんだよ別にっていう、まあスーパー理論といえばスーパー理論ですけど。はい、弾切れ、弾くれ、ニヤニヤ。おう、まぐれショット。チャーリーの反対側から来てんのかな。危ない。あ、一発ちゃんと撃っとくじゃん。皆さんのご要望にお期待して空打ち一発。さあみんな B 行くぞー。ゲームあるけどね。使うとこねえな、これ。あ、いないし、ここ。空っぽかい。あ、支援砲使われちゃった。終わっちゃったわ、これでも。危ない。終わりかな、これもしかしたら。あ、しょっぱい試合だな。オッケー。いや、まあまあ確かに実際の戦闘だとこんな感じでアメリカ軍圧勝だったかもしれないから、圧勝っていうかアメリカ軍有利態勢だったかもしれないからね。ということで、まあこんな感じでいいでしょう。まあ今回は雰囲気を感じるコンクエストということで、まあキル数もね、あれもいまいちなんだけど、まあ言ってみんないまいちだから多分このゲーム、このマップはそういうマップなんだろうなと思います。はい、って感じで、まあご視聴ありがとうございました。はい、バイバイ。